えー、どうもこんにちは。えー 超希少品種、えー、ドラゴンスケールのアルビノ・ランチューですね。えー、この子たちの、これ、自宅に持って帰ってきた時というか、購入した時なんですけども、えー、そこからですね、一応、あのー、この子たちもその巨大化計画、強化選手として、えー、今、大きくしてる子たちですね、どれだけ大きくなったかっていうのを前回の動画で表現したかったんですけど、なかなか伝わらないんで、ちょっと同じ船に入れるとこんな感じですね。えー 1, 2, 3, 4, 5 5匹 ?5 匹5匹, ?5 匹ではない、6匹いますね。えー、と今回ですねあの、自分死んだら死んだで報告しますので、えー、とアルミのドラゴンスケールなんて確か6匹購入したので、えー、と1匹ちょっと救い漏れで入ってないんですけど、またあの次回あの6匹の動画はアップします。もう死んだら死んだであの報告します、えー。これから越冬に入っていきますので、で一応この6匹のメンバーがですね、えー、当初はですね、 あのまずアルビノのドラゴンスケールー鏡リングロコっていうのがすごく珍しくて、えー、まあ、一目惚れして、えー、搭載魚この子たち購入させてもらったんですけども。<laughs> もうかっこいいなぁと思ったこのホワイト、えー、白の体の色に、えー、真っ赤なあアルビノの目をした子たちなんかかっこいいなぁと思ってちょっと神様的なキャラクターでですねあのー、ちょっと育てていけたらなぁと思って購入しましたあただ自分そのアルビノ系を飼育したことがないんで、えー、全然わかんなかったんですけどもおアルビノ系ですねこういう東西の時期ってどっちかというと白い体色の子たちが多いんですかね全然僕は わかんなかったんですけどもで僕はてっきり、えー、もう 最初はあの黒子で、えー、もう色が上がってきて、えー、白になったのかなと思ったんですけどおまあそうではなくて現在がですね、えー、こうやってちょっと諏訪花っぽくなってきました、えー、色変化中だったんですけども本来アルビノの稚魚生まれた時って何色なんでしょうね基本的に自分はもう金魚飼育して、まあ、黒子と言われる黒ですよね黒から黒が抜けていって、えー、こういう諏訪花になっていくんですけども。でえー 黒から巣垢に、えー、変わってる時になんかちょっとわっかっこいい、えー、なんか柄だなと思って購入して持って帰ってきてもあれ巣垢になっちゃったっていう経験も皆さんあると思うんですけどそういう感じで黒から金魚の退職に変わっていくっていうイメージだったんですけどもこの子たちに関してはどうなんでしょうね最初が僕分かんないんでまたこの子たちもちょっと卵を取って、えー、結果が分かればいいんですけどもおまあえー どううなんでしょう生まれた時はやっぱ黒子だったんですかね黒い体から白に変色して巣、えーまあ、赤に、えー、行く過程、えー、での白だったのかもしれないんですけどもその辺がちょっとアルビノ系全く自分わからなくて、えーまあ、ちょっと赤色にはなっちゃったんですけども、まあ、ただそれでもあのお気に入りの金魚というか、えー、希少な金魚であるっていうのはあの変わりないですね。 1>, 1ヶ月前1ヶ月半前ぐらいの子からまあ巨大化計画ということでしっかりえ水買いをして広い場所で餌を食わせて赤虫食わせて大きくさせてるこの子たち現在がどんくらいでしょうね5センチは超えてるんですかね8センチぐらいもしかしたらあるかもしれない言い過ぎかもしれないですけどもまあ,あの一回り二回り えー、大きく現在順調に成長していますでこれからまあもちろんヒーターぶっこんでのあれなんで成長が早いんですけども大体、あのー、いい水温20度ぐらいで、えー、飼育しておりまして、えー、だい,たいまあつぶ餌さがメインなんですけどそこにミジンコだったり、えー、お金がある時はアカムシだったりをあげて、えー、飼育をしております。 金魚を短期間にねあの巨大化強化選手としてあの飼育をしておりますので、まあ、バン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 餌を食わせてるっていうイメージがどうしてもついちゃうんですけどもあのいつも言うように自分はもう無理してあの飯は食わせないですね一日5回も6回も10回も、えーまあ、その目指すものが違うというかもう目指,す目指すものはあるんですけどもリミットですねあのタイムリミットっていうのがないので本来はあの 1>, まあ1月2月に子供を産んでえ秋までの半年間でえ金魚を作り上げて品評会とかに出される方が多いんでこの短期間でバンバン食わせて一日ねあのたくさんの餌をあげてえ水を変えてっていうのを繰り返していくんですけど自分の場合はその半年間っていうリミット えー、タイムリビットっていうのは設けてないのでそういう意味では1年2年かけて、えー、ゆっくり育て 1, 1年ですね1年かけて、えー、ゆっくり立派な金魚になってくれればあのいいかなという思いで飼育してますので、えーまあ、短期間での巨大化計画でこんなふうに金魚が大きくなりましたよっていう感じの動画を上げるとですねあのどんな餌をあげてるんですかって1日何回あげてるんですかってよく聞かれるんですけども、えー、大してあげてないですあの多い時で1日3回です。 えー、少ない時はもう1日回1回とか2回とかかです、えー、ただあのいつも言うように、えー、自分が餌をあげなくても栄養を補給できる環境っていうのはあのその飼育水の中に、えー、たくさん栄養価があるようなあの環境づくりを心がけてやっています。どうしてもまだこの子たちあの 生まれたばっかりの子たちで、生まれたばっかりではないですけど、搭載業の今年生まれの子たちなんで、まだこの冬ですね、どうなるかはね、かん正直自信はないんですけども、ちょっとあの頑張ってヒーター抜いて、えー、極寒の1月、2月ですね、ちょっと頑張ってもらおうかなと、現在、一応あの計画はしてますけど、まあ、どうなるかわかんないんですけど、 もう手っ取り早いのは来年の春ですねこの子たちが大きくなった時点であのお店から購入するのが一番もう楽で手っ取り早いんですけどその卵を産ませるっていう工程ではですね えー、ただもうこのくらいのサイズにな5センチ6センチ8センチ1 0センチとかになってくるとこういう希少な金魚っていうのはもう1匹、えー、何万っていう値がですねついてくる可能性があるので、えー、自分の場合はまあもうそこまでの予算がないからですねどうしても東西から、あのー、ちっちゃいうちから、あのー、安く仕入れて自分で育てて。 えー、産卵に持っていくっていう方法しかちょっと選択肢がないんですけどもまあそもそもそれが自分好きだからですねそのやり方が好きなんで、えー、やってるんですけどもまあこの子たちもですねもう生まれてまだ数ヶ月も経ってないのに、えー、何回か水の水の代わりというか最初 おそらくね愛好家さんが作ったのを、えー、金魚屋さんに移動されてで金魚屋さんの水に代わってでそこから自分が購入して。えーうん 遠いはるばる遠い場所にやってきてでまた水が変わるっていう生まれて数ヶ月で、えー、2回か3回ぐらい多分水質の変化をねあの水質の変化ですね水換えの変化じゃないですよもう,みあのもう場所地域が変わって水が変わるっていうストレスをねあのもうこの時期から幼い時期から、えー、感じてきた子たちなんてねほっとり棒ご苦労様っていう感じなんですが大切に、えー、育てていこうと思います。 ただただ、えー、アルビノを飼育したことないんでいまいちよくわからないです、えー。じゃあどう飼育してるかっていうともう普通の、あのー、自分の飼育方法というか、まあ、これまでやってきた、あのー、自分のまあ自信のある飼育方法をぶつけるしか他ないので、えーまあ、他の金魚と同じように、えー、飼育を現在ですねして、えーまあ、今のところ無事ですね。えー 無事病気することもなく元気にまだヒーター抜いてないで大体20度ぐらいの水温で飼育しておりますので、えー、元気に育ってくれています、えー、まあそんな感じで、えー、今年ですね12月年末迎えるまでにちょっと越冬するにあたってちょっと体を大きくしなくちゃいけない強化指定選手がですね品品種が3品種がぐらい、あら 2品種かなこのおアルビノ・ランチューとあと桜サラスさんで購入してきた、えー、リュウガン・カガミリンのオランダだけですかね、えー、だけでした、えー、2品種をですねちょっと強化して選手として、えー、あと1か月間ですね大きくしてからあの、まあ、してして 厳しくはないんですけど九州の冬をです、ね、経験させていこうかなと思います、まあ、九州といったらあったかいイメージあると思うんですけども1月2月になると氷表面はあのあ水の表面は氷が張る、えー、時もあります、えー、そんな感じで、えー、ドラゴンスケールランチアルビノのー飼育記録でしたありがとうございます